千葉和夫と愛陽子の火曜音楽館、はい、頑張って今週も張り切っていきたいと思います。もう本当にね楽しいですね、はい、いやいやいや、じゃあなんかはい、そうですね、おはがき読ませていただきます、はい、30分という放送ですが、はい、私が歌がなるように楽しみです、生きがいです。愛陽子さんの歌はゆったりして歌いやすいので、はい、今度カラオケで歌います、はい、お元気でということでございます、はい、上尾市の山田英子さんです、はい、ございます、ありがとうございます、はい、そしてこちらのハガキは鴻巣市の高田さんでございましてね、おはようございます、いつも楽しみにしています、お二人のお話が息があってとっても面白いです。面白いです、来てますよ、来てますか、なんか好評らしいですね、そうですね、はい、相方のおかげですよ、あ、こちらこそでございます、 いや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 、ありがとうございます、はい、ということで今週も、はい、張り切っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、それではお客様コーナーに行きましょう、はい、素敵な方です ね、今日も、はい、はい、どうぞよろしくお願いします、野村美奈です、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、お願いいたします、ね、ますますなんか素敵になられた、はい、はい、ありがとうございます、ね、すごいですね、うん、あれいくつの時にデビューしたんでしたっけ、はい、私デビューは21歳の時でした、あ、年分かっちゃいます、いやいやコロンビアローズさんですね、はい、3代目のね、3代目コロンビアローズでデビューを、それでデビューしてね、はい、で今度野村美奈さんに代わって、はい、何年ぐらい経つんですか、2015年に15年、はい、日本クラウンにレコード会社を移籍いたしまして、はい、今本名の野村美奈で、本名なんですか、そうなんです、はい、本名なんですか、本名なんです、ね、はい、あら、芸名みたいな、芸名みたいですよね、ありがとうございます、私だって自分のことなんですけど、はい、脇本薫っていう名前が、本名がね、本名が薫さん、薫さん、あら、全く違う、全く違いますよね、薫ちゃんっていう歌がありましたけど、あの字ですか、薫って、はい、いや、草冠に、ね、思い書いて、そうですよね、あれでも女の人も香織さんって、そう、同級生にいましたね、いますよね、それがちょっと嫌だったんですよ、あ、関係なかったですね、なんか話がね、はい、どうですか野村みなに変わって、はい、そうですね、まあ、よりこう自分らしく歌えて、うん、はい、ね、歌えるようになったんじゃないかなというふうに、でも最初は戸惑っちゃったんじゃないですか、まあ、初代2代目のコロンビアローズさんのお名前はすごくこう、ね、大きいので、大きいですよね、はい、ただありがたいことにコロンビアローズ3代目ですっていうと、はい、注目してくれるというか、なのでデビューの時に野村美奈でデビューしてたら、あ、はい、そういうことか、ね、やっぱり名前を覚えてもらうのにすごく時間がかかったと思うんですけども、はい、出身は、はい、宮城県の仙台市です、はい、いいとこですね、いいとこですね、大都市ですもんね、そうですよね、住みたい街ランキングそうですよ ね、よく入って、はい、いう感じですね、まあいろんなね歌をもう出されてますけど、はい、何枚ぐらい、今回の、はい、天文館の夜という作品が19枚目のシーン、はい、はい、流れますね、なんか私がよく行く、はい、飲み屋さんがあるんですけど、はい、そこのなんか通りを歌ってますよね、もしかして、門前仲ですか、そうですはい、深川ブルースという作品を歌ってて、で、カップリングの曲にも同じ深川にある辰巳神道を舞台にした雨の辰巳神道というところの曲を歌ってて、辰巳神道のある店によくいらっしゃるんですか、ね、1回ですけどねでもね、毎年行かれてるってことは、そうですね、はい、さあ、じゃあ新曲のお話をね、はい、させていただきたいと思います、はい、頑張ってる歌が、はい、天文館の夜という歌でございますけども、はい、これあれでしょ、鹿児島でしょ、そうなんです、うん、はい、鹿児島の、まあ、一番の、うん、そうですね、有名な繁華街で、はい、鹿児島を舞台にした作品で、まあ、愛する彼との約束を、はい、約束を、はい、待ち続ける女性の心情が描かれている作品です、そうですね、またね、この写真もね、はい、すごいですよこれね、素敵な写真で
ありがとうございます。これジャケットですよね。はい、ジャケットの写真ポスターと、はい、はい、素敵ですね。あのちょっとこう懐かしさを感じていただける、うん、まあ、あのキャバレーを彷彿しているちょっと昭和のね、そうアレンジなので、うん、今回この衣装もちょっと懐かしい、はい、レトロな感じのドレス、もうなんかちょっと色っぽいですね。色っぽいですよね。男性から見るところなんか色っぽさを感じますね。お店に来てくださいますね。もう、ね、誘われちゃいますよね、これですとね。でもなんで天文館の夜になったんですか、これ歌は。まあ、舞台が天文館で、うん、でまあまあ、その彼を待ち続ける、まあ、はい、女性のことを歌ってる、うん、別にどこでもよかったんじゃないですか、仙台でも。仙台の国分町か。はい、国分町。国分町もね、まあ、一番の繁華街ですけども、うん、ですよね。はい、まあ、鹿児島をね、今回、はい、私も15周年にして初めて舞台にした曲を、はい、いただきまして。どうですか、歌っててこの、まあ、ポイントというか、はい、あの皆さんにちょっと、はい、あ、ポイントはご指導を、はいはい、この曲はあの、うん、ブルース調のブルース、はい、いいね、曲なので、ね、うん、リズムとリズムと、はい、そして、はい、あの雰囲気、やっぱブルースのね、こう雰囲気、雰囲気、はい、雰囲気と、あとたっぷり感をですね、たっぷり感、はい、大事にして歌っていただけると、はい、あの気持ちよく歌えるんじゃないかなと。なんか九州に縁がありますね、はい、ユフーユーアレスってカップリングが、はい、これも前作も夢路の宿という長崎を舞台にした、はい、歌で、今年は九州に行っておりまして、ね、はい、九州に。九州好きなんですか。あ、好きですね。九州いいですよね、すごく。はい、好きですね、ね、まあ、土地もね、あの、でもこう天文館は行かれていますか。はい、行ってきました、うん、天文館の夜で美味しい食事、いいですね。はい、とってもあります。天文館で、私行ったことないです、ここは。天文館、あ、そうですか。はい、そうですよね、なかなかね、機会が。鹿児島ったら、はい、あの砂、うん、はい、あ、イブスキ、あっちの方しか行ってないですね。温泉ね、温泉の方しか、はい、温泉、はい、こっちがこれ温泉でしょ、はいはい、福井もね、そうですね、はい、はいはい、温泉がいいですよ ね、と私は好きなんですけど、九州は温泉すごいですもんね。すごいですもんね、うん、はい、さあ、なんか、はい、あのイベントがあるということで、はい、ちょっとすみません、はい、こういう、こちらですね、12月の22日、はい、年末なんですけども、はい、浅草にあります浅草ビオホールで、はい、バースデーパーティーを開催させていただきます。はい、日舞を披露したり、お、はい、オリジナル曲はね、もちろんですけども、カバー曲にも挑戦して、はい、美味しい浅草ビオホールの食事と歌謡ショー、いい、ね、ぜひ楽しみにいい、ね、いらしてください。お待ちしております。なんだってもう特技が、うん、日本舞踊ですもんね。5歳から日本舞踊、5歳から、はい、やってまして、演歌歌う前からやってるので、はい、こういった、ショーとかで、いいですね、はい、踊られるんですか。はい、一回見たいですね。そうですよ。見てみたいですね。またね、あの、お着物、ね、着たらすごい素敵じゃないのかなと思いますよね。スタイルもいいし、すごく。まあ、ただどちらかというと、はい、天文館の夜に限っては、はい、あの着物よりドレスです。そうですよ、これは、ね、はい、この曲 は、 この曲は、ね、そうですよね、はい、ぴったりな、はい、ぴったりで、はい、もう本当に色っぽくて、はい、はい、楽しんでいただければと思います、はい、ということで、はい、いい楽曲なんで頑張っていただきたいと思います、はい、それでは曲紹介をお願いします。はい、私の村美奈のデビュー15周年記念曲第2弾です。天文館の夜、ご覧ください。